こんにちは、青野真子です。今日は岩島紀之さんについて見ていきたいと思います。ジャニーズ事務所の新社長に聞かれた岩島紀之さん、この方のデビュー、少年隊、仮面武道会、私の青春でございます。なんかあの頃の東くんをね、こんな風になるとは思わなかったでしょうね。でも、市中水明で見ると、素敵な方なんですね、この方。で、さらに着目すべきは、まあ、当然アーティストでもあるんですけど、本当にアイドルでしたね、この方は。アイドルらしいアイドル。昭和のアイドルって感じがいたしました。そんな、岩島さんなんですが、性格は、おとなしいんですね、意外と。まあまあ、それはまあ、おとなしそうですよね。そんなに用ではないですもんね、この方。控えめな感じですよね。で、どっちかというと、自家発電っていう感じで、なんか自分の中で全てを収めちゃうんですよ。なんか苦労してるのを見せるのも嫌。そういう方なので、すっごいわかりにくいんですよ。で、何を申したいかというと、この社長に疲れて、こう、大改革とかね、しなきゃいけないじゃないですか。ね、歴史が、先ほど調べたら、歴史が結構あるんですね。ジャニーズ事務所の歴史が。48年って出てたので、まあ単純に48年やった会社っていろいろあるじゃないですか。で、ましてやこんなような問題が出てる会社なので、もう本当に大なたを振るわないといけないと思うんですけど、ちょっとこの方、とても大なた振れないんですよ、性格。中性面で見る性格的に。なので、ちょっと難しいだろうなと思っております。で、本当にみんなをね、こう、まとめてね、上げていく、こう、大改革みたいな感じじゃないですか、今って。みんなもそれを望んでるだろうし。でも、ちょっと難しい。で、さらに、恩恵的なものを申しますと、今年、来年、再来年はちょっとしんどいと思ってるんですね、この方。再来年までは難しい。やれないんじゃないかなと思ってるんですよ。なので、今年ちょっといろいろやられて、来年ちょっと1年いろいろ大枠を決められて進んでいかれるといいなと思っております。そしたらうまくいくんじゃないかな。そう。で、あとですね、圧倒的なパワー、強い経営者を目指さないことですね、この方ね。東山さんらしい経営を、あと改革を目指されるとすごくいいと思うんですよ。本当に、容器面。この方。決めれないので、しんどいだろうなと思うんですよ。で、それを見せなくて、なんか冷たく見えちゃうので、余計こう、わかりにくいじゃないですか、みんなからすると。なので、品種も買いやすいだろうし、で、まあ、できたら、来年はいいので、東山さんらしい改革を今年、来年の節分までにちょっと、助走をつけられて、で、来年から、こう、ちょっといろんなことを決めてね。で、決めるために、エビデンスがいる人なので、東山さんは。そのエビデンスを取れる人たちを、こう、周りに置いて、で、ジャッジをされていく。いろんなことを決めていかれるっていうと、いいですよね。この方は、お金は結構ね、きっちりされてるので、そのね、今日も出てるね、このお金のこととかね、こう、大盤振る舞いだなんとかかんだとかっていろいろ言われてるんですけど、こう、ざるみたいだとかって、そういうのはもうきちっとやられていくと思うので、心配ありません。何よりも、自己完結なので、人様に悩みを打ち明けるとか、人様に何か言われるとかっていうと、まあ、こう、うまくね、こう、取り込んでいくのが苦手なんですよね。こう歌を歌ったりして人を聞きつけるのはもうすっごい得意なんですよ、この方。なんですが、そういうのが苦手。だからちょっと頑張ってもらいたいなって思ってます。あとですね、かなりスピリチュアルの星が入るんですよね。なので、こうちょっと、違う東山くんになっちゃうのかもしれないですね、これね。と思ってます。じゃあ、ちょっと、まずは、来年、
というか、こっから先の東山紀之さんの、あのご様子はどうかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあ行きますね。東山さんの金剛寺、東山さん、頑張るみたいな、頑張れるみたいです。でも先ほど話した大なた小なたみたいな感じで言うと、あんまりたくさんは振れないので、あんまり旗から見たら、あ、もっと成果が出せただろうって言われちゃうかもしれないけど、でもある程度の結果は出る。なおかつやっぱりファンが離れないって出ますね。ただね、芸能活動の方とかがやっぱり不具合もあるだろうから、ちょっと難しいかもしれないけど、ファンが離れない。本当に離れない。この方たちが。で出てるので、ちょっとこのあたりからですね。ファンが離れない。あとね、ただ一個気になるのは、お体ですね。ちょっとね、来年声の調子があんまり良くなっていいかもしれないね。気をつけてください。あとちょっとやっぱり精神的なものは、まあそれは誰が見ても思うよね、来るよねって思うんですけど、ちょっと出てるのでそれが、ちょっとそれだけ気をつけてくださいね。で最後に、東山さんも憎いんですけれども被害者だと思うんですね。そんな中で、記者会見の時にいろんなこと言われるんです。まあ、皆さんお役目があるので、いろんな言い方はするんですけれども、やっぱり、このセカンドハラスメントを、なんか、頑張ろうとしている、ね、頑張ってやっていこうとしている東山さんに対して、セカンドハラスメントがないようにね、していただけたらなぁなんて思っております。そういうところのね、なんか、東山さんが自分自身を癒して頑張ってもらえることを望んでおります。東山さん自身が一番の被害者ではないかと私は思っているので、ぜひとも東山さん自体が自分を癒すことをお忘れなく、とても大変な仕事をしていっていただきたいと思っております。ジャニーズのタレントの方々に支えていただいた方はたくさん、私もそうな一人でございます。どうかどうか、東山さん、東山のリークさん、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、東山さん、声と心に気をつけて乗り切っていただきたいと思います。体の方は、大丈夫ですので、なんとか、あとファンは離れません。なので思い切った改革をされてはいかがでしょうか。あとそんなに長くはやれませんので、短めはっきりとしっかりとやっていただきたいと思います。ではまたよろしくお願いいたします。